号っていう話があったけども、早いね。僕は数号が。100個？見たかったの今日。何が違うんですかね、痛い人痛くて。全然違うんで。甘えん坊ちゃんなの。今日って少しでも食べてますか。多分注射のやつ、セレニアだったりとかそういうのが多分セミール系で。セミール系の中に。何？これなんか。何今日？みたいなあるよね、ちっちゃん。何も映ってないところなんですよね。お腹の中ちょっと黒く見えるところがありますよね。これガスなんですよね。で、胃になんか入ってます。あと何だ、リッポリさん。なんで今日何、痛い日、痛い気がする日。なんかリッポリさん。なおかつガスだから。だって確認して出てくるじゃん。こういう黒い昨日ご飯と一緒に出したもんね。まあ、多少はガス溜まってもいいんだけど、ちょっと多いかな。ってことはどういうことかというと、胃の機能が、胃のガスが溜まって、なんか胃の機能が落ちてるからと。だから腸にもガスが溜まって、腸の機能も落ちてるから。それで、ご飯食べてたとしても、胃触ったらさ、胃って柔らかいもんで、柔軟性があるから触れないのか。ご飯、私たちがその行く前。それが胃の柔軟性が落ちてるということは、胃の機能が落ちてる。そっか。日々。すぐ出すから、もう一緒に。あのこういう状態の子は良い、ね、今のあれもちょっと一緒ね、じゃあちっこいの、うん、本当にオレンジ色、あ、そうね、それも遠心した方がいいかも、うん、コネちゃんのやつは院内だけって言われた時は、うん、もうあの5項目、あの全部と5項目、うん、あ、でもそれは歯を鳴らしの声です、うん、だから胃がムカムカするからさ、そういうこと普通だったらそんなにやらないんだけど、しょっちゅうやってるの、歯をかすかすよ、最近この調子が出ないと見たくない、ごめんね、機械通るね。大きいの通るよ。いつ頃お見えになるの？危ないかな。明日の。